こんにちは、あやなです。あやなずボイス見てくれてありがとうございます。もしよかったら、Like and Subscribe お願いします。今日はですね、新しい DJ オズモポケット2です。はい。まあ、1より新しくなりました。まあ、変わってるところはそんな少ないと思うけど、まあ、変わってるところいっぱいあります。まだ初めにこのセットになっているところです。はい。もともとはですね、まあ、セットじゃないとこもあったんですけど、まあ、今度はセットになりました。はい。Yes、そしてここにあるのがその新しいオズモポケットさんです。で、ここにあるボタンを押せば、まあ、オンオフできて、あと、まあセンサーが大きくなったり、あと画面が大きくなったりしてます。そして君は一旦ここにいて、で、これが調節とかできるやつ、まあ、これはですね、インターネットとか Bluetooth にこうやって押すと、まあ、接続できて、あと、まあ、長くなるやつ、キリン、まあ、いや、ちょっと長くしとこう。で、これが、まあ、もしもその長いのやだったら、まあ、そのまま普通にこうやって小さいのに行って、まあ、これが、まあ、このマイク、さっきっていうか、ソノスさん紹介してた時にこれ使ってたマイクです。で、ここに、レンズがあって、で、これをつけると、幅が広くなる感じです。で、マグネットになってるから、こうくっつけてポイってやれば、はい、完成。ちょっと、大丈夫か、君。はい、ちょっと変な見た目になった、カメラ。となっています。はい。で、ここが小さい、サムコントローラー。ここに、ポイ、つけろ。はい、ちょっとまあわかんないけど、まあ、つければ、サムコントローラーで、こういう感じで動かせます。最近戻れ。これが Android のつけるやつと、これはただのスマホとか、iPhone にくっつけるやつです。で、これがケース。で、これが、あまり。で、これをまあ入れたりできて、結構ちゃんと収納ができます。はい。じゃあ、ちょっとこれ、じゃあ今から、この今使ってるオズモ1とオズモ2をちょっと切り替えてみましょう。ちょっと君一旦逃げろ。で、今買いました。今使っているのはそのオズモポケット2の、ワイドレンズ付きです。はい、まあ、多分買ったと思います。あと、まあ、ここのマイクも変えてます。はい、まあ、多分変わったと思います。まあ、こっちから見えないからね。うん、これがそのオズモポケット2の説明です。はい、まあ、結構いろんな新しいセットになってるからね、まあ、楽で。はい、ですね、それでそのオズモポケット2はですね、小さいし、4K で綺麗、結構綺麗 で、そして、人の顔ロックできて、まあ、セルフィーとかするときに結構やりやすいです。くれ。はい、ここに、で、ここにまつけてこうっていうのが、まあ、セルフィーで動かしてもくっついてくるので撮りやすいです。まあ、写真も綺麗ですし。で、まあ、おすすめします。はい、見てくれてありがとうございます。バイバーイ。